はい、皆さんこんにちは。紙工房のキングダムです。本日はワルキューレは諦めないライブツアー2020-2021の先行予約受付が開始されたので、そのご紹介をしていこうかなと思います。はい、まず公演名は先ほど言った通り、三共プレゼンツのワルキューレライブツアー2020-2021のワルキューレは諦めない。で、申し込みには、マクロスチケットの、マクロスチケット受付の会員登録が必要となります。で、前回、M 玉とか、CD 封入選考とか、で、登録された方も、また改めまして、ご登録が必要となります。ここ、めんどくさいですね。いつも、毎回こうなんですが、はい。無断の、有償譲渡禁止と。でも本チケットは購入者の氏名、連絡先を確認の上販売いたしますということです。事前に確認された方以外の入場はできませんと。同意の上で、申し込み画面にお進みください。で、出演者は、ワルキューレ5人です。三雲、純奈ちゃん、フレイヤ、みどりちゃん、金目、きよのん、レイナ、ナオちゃん、マキナ、ノゾミル。で、チケットは、全席指定席で、1万円となってます。で、この辺を見てください。年齢は学児童入場不可。主催はビッグウエスト。制作はビッグウエスト。フライングドッグで、特別協賛三共ですね。三共、マクロスから撤退っていうか来たみたいな感じだったと思うんですけど、三共です。はい、制作協力はビクターミュージックアーツで、受付期間以外の申し込みはできませんということです。で、1会員様1公演につき1回1枚までのお申し込み可能とまして、いつもは2枚までお申し込み可能なんですが、今回はコロナの影響もあって、全席指定ということで、基本的に1枚までなってます。はい、でお支払いとかは、いつも通りですね。ファミマかクレジットカードかみたいな感じです。で、ファミリーマートの場合のお支払い期間は、2日から、12月の2日の14時から、12月5日の23時59分まで、短いので、ご気をつけてくださいという感じですね。で、受け取り期間は、12月10日から、最初が、この後出てきますが、17日なので、1週間ですね。1週間前に発表されます。って感じですね。で、お客様へのお願い事項とかあるので、この辺は当たった場合は見ていただければなと思いますね。で、今回の受付期間は11月19日の23時から、11月の26日の23時59分までなってます。1週間で、抽選の発表日時が、12月2日の14時となってます。はい、で、公演、今回申し込みできる公演が3公演となってまして、まずは12月17日の ZEP 福岡で、続いて12月19日のゼップ大阪ベイサイドと、大阪は普通のゼップ大阪、ファースト公演が行われたゼップ大阪と、別でベイサイド、ゼップ大阪ベイサイドっていうのがあるので、そちらです。行く場所、当たった方は行く場所間違えないようにしましょう。難波にある方じゃない方ですね。はい、場所
細かい場所はちょっと忘れましたけど、はい。で、続いてが、1月2日のゼップ名古屋になっています。この、3公演に申し込みが可能ですね、今。で、この後、また、ゼップ福岡じゃない、札幌と東京は、また、この辺の抽選が終わった後に多分追加されると思います。まあ、その前に先行なんで一般の方もあると思います。まあ一般のある理由としてましてはこの辺のお金当たった人が払わなかったりしたら余ってしまうのでその辺とまあ一部の一般みたいな。で、申し込みはここの申し込みボタンを押し、まあ、どれも、どこの3つを押しても、まあ、同じところに行くんですが、まあ、どれかを押していただいて、基本的には全員最初登録しないといけないので、まあ、会員登録、まあ、いつも通りの会員登録の方法で、メアドを入れて、同意して会員になって、その後の、手続きに踏んでいただければなと思います。はい。まあ、3つ応募することはできると思います。はい。普通に。で、3つとも当たることは、まあ、1アカウントで3つ当たるみたいなことはないと思います。はい。そういう感じの、なんでしょう。まあ、抽選みたいな方法を普通は取られると思うので、まあ3つ当たる人はいないはずです。1つのアカウントで3つ当たるみたいなことないはずですね。はい。で、まあこんな感じで今回の動画は終わりにしたいと思うんですが、まあまた一般の抽選であったりこの後のまあ ZEP の札幌1月13日に行われる ZEP の札幌1月21日22日に行われる ZEP の、まあ、東京羽田の公演が、まあ、発表されたらその時もご紹介しようかなと思ってます。はい。よければチャンネル登録高評価よろしくお願いいたします。ではまた次のマクロスの動画でお会いいたしましょう。ではまた。